エスパは先日シンクハイパーラインのツアーを始めるためにアメリカに渡り、そこでオーダシーのインタビューに応じました。インタビューの間、カリナは前髪と肩までの長さの髪を揺らしていました。ファンはこの新しいヘアスタイルを大絶賛しています。カリナはデビュー当時からずっとロングヘアスタイルをキープしていました。しかし強いブリーチによって髪が修復不可能なほどのダメージを受け、バッサリ切ることになったのです。カリナはステージではエクステンションをつけています。しかしファンはエクステンションを外した。カリナのナチュラルなルックスも大好きです。ファンからはこのスタイルのカリナをもっと見たいという声が多く上がっています。そして一部のファンはカリナがウィンターに似てきたと感じているようです。ウィンターは前髪のあるショートヘアが特徴的だからです。髪を切ったカリナとショートヘアのウィンターの写真を見比べてみると確かに似ています。もちろん2人のビジュアルの相性の良さは以前から知られています。2人ともシャープな顔立ちの小顔で美しく切れ上がった瞳や、すっと通った鼻筋、控えめな唇の厚さまで、顔のパーツが本当によく似ているのです。さらにはスレンダーな体型もそっくりです。今回カリナがウィンターを思わせるヘアスタイルにしたことで、そのことがより一層明らかになりました。カリナの新しいヘアスタイルについて、ファンからは次のようなコメントが寄せられています。うわぁ、カリナは非現実的な美しさだ。彼女はあまり濃いメイクをしない方が可愛い。本当に可愛い。これどこの写真？めっちゃ美人。私は完全にやられた。え、ウィンターかと思った。二人は本当にそっくりです。こういうカリナをもっと見たい。現在エスパは全米ツアー中です。彼女たちは2023年8月25日にアトランタ公演を終えたばかりです。今後のウィンターのヘアスタイルがどのように変化していくのかにも、引き続き注目したいですね。